しいな。連絡用の水晶はうまく作動したか？はい、ガゼル王へ連絡がつきました。魔王ミリムが来襲し、リムル様が対応したと伝えてあります。よし、ミリムの件はしばらく様子を見るとして、では報告を頼む。は、これはリムル様の回復薬です。ヒポクテ草を 99% 抽出したものであります。飲んでよし、振りかけてよしの優れものであります。フレポーションです。うんうん。それに対しドワーフの技術では 98% の抽出が限界です。作れるのはハイポーション、たった 1%。 それが性能の大きな違いとなるのです。普通ならこのハイポーションだけでも十分な性能なんだがな。しかしな、怪人殿、上を知ってしまっては途中で妥協などできぬ相談ですぞ。そしてついにその 1% の壁を乗り越えました。これが私の研究成果です。おお、では鑑定してみるぞ。お願いします。大賢者、解析鑑定だ。鑑、この薬はフルポーションに該当します。やったな、ベスター、間違いなくフルポーションだぞ。おお、やりました、やりましたぞ。見事ですな、ベスター殿。我が輩も協力した甲斐がありましたぞ。さすがだな、ベスター。こういう研究はやっぱりお前が一番適任だと思ってたぜ。ありがとう、ありがとう。いや、本当に作れるとは思わなかったな。でもこれが量産できたら、このポーションを売ったらテンペストの資金源となりそうだが、どうだ？え？旦那、難しいぜ。この薬は性能が良すぎるんだよ。普段から気軽に使用できねえ。それこそ英雄級の者たちが万が一に備えるレベルの品質だからな。さようですな。最高品質のものができたのは満足ですが、商品として考えるとこれは市場に流すにはいささか不向きでしょう。そうか。で、ですがリムル様、ドワーフ王国で市販しておる薬はハイポーションを薄めて量産したローポーションなのですよ。ん？ガゼル王と交渉し、テンペストで生産したローポーションを納入すればいかがですか？ただし、ドワーフ王国で薬を生業としているものをこちらで引き受けるのが条件となるでしょうが。そりゃありだな、旦那。この国で薬の生産をしつつ販売元になるなら、ドワーフ王国は必要量を仕入れるだけで済む。なるほど、それはどちらにも好都合だな。よし、話を詰めることにしよう。ベスターたちは引き続き製造に励んでくれ。はっ。何がどうなっている？新たな客がやってまいりまして、その客に対してミリム様が激怒し。通してくれ、リグルド、大丈夫か？これはリムル様、この程度どうということもございません。あいつにやられたのか？さようで。おお、リムルよ、こやつが舐めた真似をしおったから私がお仕置きしておいたのだ。俺は魔王カリオン様の三重士、酷評がフォビオだ。獣王戦士団の中でも最強の戦士よ。ここはいい町だな。獣王様が支配するにふさわしい。そうは思わんか？ご冗談。氷が爆炎症！僕たちの子分に何するのだ！やってやりますよ。ちょっと遊んでやろう。この俺を御する。
いかがでしょう。成敗してきますね。そこ逃がしません。いかがでしょう。行くぜ。氷河爆炎症。終わりだ。くたばれ。この俺を補強するか。もっと食わせろ。楽しいことをさせるのか。そこ、はい、この程度なのか。我が働きご覧いただけました。届き者には制裁を。